はいどうも、ジェットスター坂井田です。今回ご紹介するのは、ジェットスターオリジナル、フィッシュに特化した、ジェットを作ろうということで、完成しました。落下テストやさまざまな検査を、完了して、先見書も届き、無事に登録も終わりました。こんな感じで釣りを楽しんでいただけたらなぁと思います。こんな感じで、この辺の、ラックとかロッドホルダーっていうのは、オプションですね。っていうのも価格を抑えるためにオプション設定として、このエアフロートもオプションでいきたいと思います。どうすか、この可愛いシート、可愛いシート、しかも純正の時と同じ3人乗りで登録が取れてます。これかっこいいでしょ、この辺とかも。これいいよ。ここも立つことできました。水の上で試運転の時にここ立ってみたんですけど、ここで立って、荒れた水面だとちょっとしんどいかもしれないですけど、穏やかな川とか全然ここで立って釣りできます。このエアフロートのおかげっていうのもあったり、上のアッパーを外しているので100キロぐらい軽量化されてて、船の安定感もうかなりアップしてます。ボーディングステップもついててみたいな、こういう感じで、こういうところに溜まった水も下へ、排出、ビルジボックス返して外に、ここから排出します。ここから排出、102アワー、全然いいんですよ。全然まだこれからいきます。ということで、ジェットスターオリジナルフィッシュのご紹介でした。ありがとうございます。